半七捕物帳、少年少女の死、岡本喜堂、一。昨日はうちの前で大騒ぎがありましたよ、と半七老人は言った。どうしたんです？何があったんです？何ね？五つばかりの子供が、自転車に惹かれたんですよ。この横丁のタバコ屋の娘で、可愛らしい子でしたっけが、どこかの会社の若い人の乗っている自転車に突き当たって、いえ、死にゃあしませんでしたけれど、顔へ傷をこしらえて、女の子ですから、あれがひどいひっつりにならなければようござんすがね。一体この頃のように下手な素人がむやみに自転車を乗り回すのは全く不用心ですよ。その頃は自転車の流行り出した初めで、半七老人の言う通り、下手な素人がそこでもここでも人を引いたり塀を突き破ったりした。今考えると少しおかしいようであるが、その頃の東京市中では、自転車をはなはだ危険なものと認めないわけにはいかなかった。私も口を合わせて下手なサイクリストを罵倒すると、老人はやがてまた言い出した。それでも大人ならばこっちの不注意ということもありますが、まったく子供はかわいそうですよ。子供はもちろんですが、大人だって困りますよ。こっちが避ければ、その避ける方へ向こうが回ってくるんですもの。下手な奴に会っちゃかないませんよ。災難はいくら避けても追っかけてくるんでしょうね、と老人はため息するように言った。自転車が怖いの何のと言ったところで、一番怖いのはやっぱり人間です。いくら自転車を取り締まっても、それで災難が根絶やしになるというわけにいきますまいよ。昔は自転車なんてものはありませんでしたけれど、それでもとんでもない災難にあった子供がいくらもありましたからね。これが口切りで老人は語り出した。今の方はご存知ありますまいが、外神田に俵屋という菓子席がありました。やはり今日の菓子席と同じように、そこでいろいろの寄り合いをしたり、無人をしたり、遊芸のおさらいをしたり、まあ、そんなことで相当に繁盛しているうちでした。元治元年3月の末であった。その俵屋の2階で、藤間三也子という踊りの師匠の大ざらいが催された。三也子はもう40くらいの師匠盛りで、ここらではなかなか顔が売れているので、いい弟子もたくさんに持っていた。普段の交際も広いので、義理で顔を出す人たちも多かった。おまけに師匠の運のいいことは、前日まで3日も4日も降り続いたのに、当日は朝から拭ったような快晴になって、俵屋の庭に咲き残っている八重桜は、うららかな暮春の日陰に白く光っていた。サライは朝の四つ時、午前10時から始まったが、自分にも弟子が多く、従って番組が多いので、とても昼のうちには踊り尽くせまいと思われた。師匠も無論その覚悟でたくさんのろうそくを用意させておいた。踊り子の親兄弟や見物の人たちで、広い2階は押し合うように埋められて、余った人間は
縁側までこぼれ出していたが、楽屋の混雑はさらにおびただしいものであった。楽屋は下座敷の8畳と6畳をぶち抜いて、踊り子全体をともかくもそこへ割り込ませることにしたのであるが、何を言うにも子供が多いのに、またその世話をする女や子供が大勢詰めかけているので、ここは2階以上の混雑で、ほとんど足の踏み場もないくらいであった。そこへ衣装やカツラや小道具の類を持ち込んでくるので、それを踏むつまずく。泣くものがある。その中を駆け回って、いろいろの世話を焼く師匠は、気の毒なくらいに忙しかった。昼過ぎには師匠の声はもう枯れてしまった。にわか天気の3月末の暖気は急に昇って、若い踊り子たちの顔を美しく塗ったおしろいは、染み出る汗の雫でまだらになった。その後見を務める師匠の額にも、玉の汗が転げていた。その混雑のうちに、番数もだんだん進んで、夕の7つ時、午後4時を少し過ぎた頃に、時わずのうつぼ猿の幕が開くことになった。踊り子は無論、猿引きと女大名とやっこと猿との4人である。うち弟子のおこよと手伝いに来た女師匠とが手分けをして、早くから4人の顔をこしらえてやった。衣装も着せてしまった。もうカツラさえかぶればよいということにしておいて、2人はほっと息をつく間もなく、いよいよこの幕が開くことになった。忙しい師匠は舞台を一応見回って、それから楽屋へ降りてきた。もし、みんな支度はできましたか。舞台の方はいつでもようござんすよ。はい、こっちもよろしゅうございます。おこよは4人を呼んでカツラをかぶせようとすると、その中で夜行を務めるおていという子が見えなかった。あら、おていちゃんはどうしたんでしょう。みんなもバラバラ立って、おていの姿を見つけに行った。おていは今年9つで、佐久間町の大和屋という質屋の秘蔵娘であった。踊りの筋も悪くないのと、その親元が金持ちなのとで、師匠はこんな小さい子供の番組を最初に置かずに、わざわざ深いところへ回したのであった。おていは、下ぶくれの目の大きい、まるで人形のような可愛らしい顔の娘で、出世やっこに似でった彼の姿は、普段飲み慣れているおこよすらも、思わずしげしげと見とれるくらいであった。そのおていちゃんが、行方不明になったのである。もちろん、楽屋には、おてい一人ではない。姉のおけいという今年16の娘と女中のお千代とおきむとこの3人が付き添って何かの世話をしていたのである。母のおくまは正月からの患いでどっと床についているので今日の大ざらいを見物することのできないのをひどく残念がっていた。父の徳兵衛は親類の者4、5人を誘ってきて、2階の正面に陣取っていた。姉も女中たちもさっきからおていのそばについていたのであるが、前の幕が開いた時にそれを見物するために楽屋を出て、はしごの上がり口から首を伸ばしてしばらく覗いていた。その留守の間に、おていは姿を隠したのであった。しかし、この3人の女の他に、楽屋には他の踊り子たちもいた。手伝いや世話焼きの者どもも、大勢押し合っていた。
その中でお帝はどこへ隠されたのであろう。三人も慌てて二階の見物席を探した。はばかりも探した。庭を探した。徳兵衛も驚いて楽屋へ駆け降りてきた。出世やっこの姿が見えなくては幕を開けることができない。そればかりでなく、楽屋で踊り子の姿は突然消えてしまっては大変である。師匠の三つやっこも顔の色を変えて立ち騒いだ。うち弟子も他の人たちも一度に立って、うち中を探し始めたが、出世やっこの可愛らしい姿はどこにも見つからなかった。何を言うにも狭いところに大勢ごたごたしているのと、他の人たちは皆自分たちがかかり合いの踊り子にばかり気を配っていたのとで、お帝がいつの間にどうしたのか、誰も知っているものはなかった。姉と二人の女中とが当然その責任者であるので、彼らは徳兵衛から噛みつくように叱られた。叱られた三人は泣き顔になってそこらをあさり歩いたが、お帝はどこからも出てこなかった。どうしたんだろうと、徳兵衛も思案にあたわないようにため息をついた。本当にどうしたんでしょうねえと、三つやっこも泣きそうになった。もうこうなっては叱るよりも怒るよりも、ただその不思議に驚かされて、徳兵衛もぼんやりしてしまった。いかに九つの子供でも、すでに顔をこしらえて衣装をつけてしまってから、表へふらふら出て行くはずもあるまい。帳場にいる人たちも、出世やっこが表へ出るのを見れば、無論に遮り止めるはずである。外へも出ず、うちにもいないとすれば、お帝は消えてなくなったのである。神隠しかなと、徳兵衛はため息まじりにつぶやいた。この時代の人たちは、神隠しということを信じていた。実際そんなことでも考えなければ、この不思議を解釈する術がなかった。神か天狗の仕業でなければ、こんな不思議を見せられる道理がない。師匠もしまいには泣き出した。他の子供も一緒に泣き出した。この騒ぎが二階にも広がって、見物席の人たちも、めいめいの子供を案じて、どやどやと降りてきた。華やかな踊りの楽屋は、恐怖と混乱の地形となった。今日のおさらいは、あんまり景気が良すぎたから、こんないたずらをされたのかもしれないと、天狗を恐れるように、囁く者もあった。そこへ来合わせたのは、半七であった。彼も師匠から手ぬぐいをもらった義理があるので、いくらかの目録ずつに思って帳場へ顔を出すと、ちょうどその騒動の真ん中へ飛び込んだのであった。半七はその話を聞かされ、眉を寄せた。そりゃおかしいな。まあ、何しろ師匠に会ってよく聞いてみよう。奥へ通ると、彼は、三つやっこと徳兵衛とに左右から取り巻かれた。親分さん、どうかしてくださいませんか。私は本当に、大和屋の旦那に申し訳ないんですからと、三つやっこは泣きながら訴えた。さあ、どうも飛んだことになったね。半七も腕を組んで考えていた。彼は、お帝の可愛らしい娘であることを知っているので、おそらくこの混雑に紛れて彼女を引っさらっていったものがあるに相違ないと鑑定した。神隠しばかりでなく、人さらいということも、この時代には多かった。半七はまず、
この人さらいに目をつけたが、そうなると手がかりがよほど難しい。はじめからお手を狙っていたものならば格別。万一この混雑に紛れて、衣装でも何でも手当たり次第に盗み出すつもりで、庭口から密かに忍び込んだ人間が、偶然そこにいる美しい少女を見つけて、ふとした出来心で彼女をかどわかしていったものとすると、その探索は面倒である。しかし、子供とは言いながら、お弟はもう九つである以上、なんとか声でも立てそうなものである。声を立てれば、そこらには大勢の人がいる。声も立てさせずに不意に引っさらっていくというのは、よほど仕事に慣れたものでなければできない。半七は心当たりの教場持ちをそれからそれへと数えてみた。彼はそれから念のために庭へ降りた。庭といっても20坪ばかりの細長い地面で、そこには桜や梅などが植えてあった。垣根の際には一本の高い松がひょろひょろと立っていた。彼は飛び石伝いに庭の隅々を調べて歩いたが、外から入ってきたらしい足跡は見えなかった。横手の木戸は内から錠を下ろしてあった。お手をさらった人間は表から入ってきた気配はない。どうしても横手の木戸口から庭伝いに忍び込んだらしく思われるのに、木戸は内から閉めてある。庭にも怪しい足跡のないのを見ると、彼の鑑定は外れたらしい。半七は石灯籠のそばに突っ立って再び考えたが、やがて何心なく身をかがめて縁の下を覗いてみると、そこに、やっこ姿の少女が横たわっていた。おいっしょ、大和屋の旦那、ちょいと来てくださいと彼は庭から呼んだ。呼ばれて縁先へ出てきた二人は、半七が指さす方を覗いて思わずあっと声を上げた。これに驚かされて大勢も慌てて縁先へ出てきた。お手の冷たい亡きがらは縁の下から引き出された。女や子供たちは一度に泣き出した。何者がむごたらしくお手を殺して縁の下へ投げ込んだのか。お手の細い喉首には白い手ぬぐいが巻きつけてあって何者にか締め殺されたことは疑いもなかった。その手ぬぐいは今度のおさらいについて師匠の三つやっこが方々へ配ったもので、白地に藤の花を大きく染め出した藍の匂いがまだ新しかった。神隠しや人さらいはもう問題ではなくなった。これから舞台へ出ようとする少女を締め殺したのは普通の物取りなどでないこともわかりきっていた。大和屋一家に恨みを含んでいる者の復讐か、さもなければ、この少女に対する一種の妬みか、おそらく二つに一つであろうと、半七は解釈した。大和屋は質屋という商売であるだけに、人から恨みを受けそうな心当たりはたくさんあるかもしれない。親たちが金に明かして、立派な衣装を着せて娘をおさらいに出したについて他の子供の親兄弟から妬みを受けて罪もない少女が災いを受けたのかもしれない。どっちにも相当の理屈がつくので半七も少し迷った。なんと言ってもたった一つの手がかりはお手の首に巻きついている白い手ぬぐいである。半七はその手ぬぐいをほどいて、丁寧に打ち返して調べてみた。師匠、これは
お前の配り手の上だが、今日のお客様は大抵持っているだろうね。めいめいというわけにもいきますまいが、一組に二三本ずつは行き渡っているだろうかと思いますと、三つやっこは答えた。ここのうちの人たちにもみんな配ったかえ。はあ、女中さんたちにもみんな配りました。そうか。じゃあ、師匠、少し頼みてえことがある。まさかに俺が行っていちいち調べるわけにもいかねえから、お前これから二階へ行って、お前が手ぬぐいを配った覚えのあるおかみさんたちを、一めぐり聞いてきてくれ。何を聞いてくるんです?手ぬぐいをお持ちですかと言って。娘や子供には用はねえ。金をつけている人だけでいいんだ。もし手ぬぐいを持っていねえという人があったら、すぐに俺に知らせてくれ。三つやっこはすぐに二階へ行った。お話が長くなりますから、ここらで一足飛びに種明かしをしてしまいましょう。と、半七老人は言った。師匠はそれから二階へ行って、見物をいちいち調べたが、どうもわからないんです。もっとも師匠だって遠慮しながら調べているんだから、らちは飽きません。二階を調べ、楽屋を調べても、どうも当たりがつかないもんですから、今度は私が自分で俵屋の女中を調べることになったんです。俵屋には、四人の女中がありまして、その女中頭を務めているのは、お浜という女で、三十一二で丸曲げに行って金をつけていました。これはここのうちの親類で、手伝いながら去年から来ていたんです。これを厳しく調べると、とうとう白状しました。その女が殺したんですか?と。私は聞いた。もっとも幽霊のように真っ青な顔をして、初めから様子が変だったのですが、調べられて意外にもスラスラ白状しました。この女は以前両国あたりのある町人の大家に奉公しているうちに、そこの主人の手がついて身重になって宿へ下がって、そこで女の子を産んだのです。すると、主人のうちには子供がないので、本妻も承知の上でその子を引き取るということになったが、お浜は親子の情でどうしてもその子を先方へ渡したくない。どんなに苦労しても自分の手で育てたいと強情を張るのを、中に立った人たちが、いろいろになだめて、子供は主人の方へ引き渡し、自分は相当の手当をもらって、一生の縁切りということに決められてしまったんです。けれども、お浜はどうしても我が子のことが思い切れないで、それから極みのようになって、二三年ブラブラしているうちに、主人からもらった金も大抵使ってしまって、まことにつまらないことになりました。それでも体は少し丈夫になったので、それから三四箇所に奉公しましたが、子供のある家へ行くと、むやみにその子をひどい目に遭わせるので、一つところに長くは勤まらず、自分も子供のある家は嫌だというので、当園の親類にあたるこの俵屋へ、手伝いに来ていたんです。これだけ申し上げたら大抵お分かりでしょう。その日もお手が美しい出世やっこになったのを見て、ああ可愛らしい子だとつくづくと見とれているうちに、ちょうど自分の子も同じ年頃だということを思い出すと、なんだか急にムラムラとなって、お手をそっと庭先へ呼び出して、不意に締め殺してしまったんです。昼間のことではあり、
楽屋では大勢の人間がごたごたしていたんですが、どうして気がつかなかったもんですか。いや、誰か一人でも気がつけば、こんな騒ぎにならなかったんですが、間違いのできる時というものは、不思議なものですよ。で、その手拭いの問題はどうしたんです?手拭いに何か証拠でもあったんですか?手拭いには薄い歯の跡が残っていたんです。薄いお歯黒の跡が。で、多分、金をつけている女がたもとから手拭いを出したときに、ちょいと口に加えたものと鑑定して、お歯黒の女ばかり詮議したわけです。お浜はその日に金をつけたばかりで、まだよく乾いていなかったと見えます。それからその女はどうなりました?無論に死罪のはずですが、神でも幾分の憐れみがあったと見えて、吟味相すまずというので、二年も三年も牢内につながれていましたが、そのうちにとうとう牢死しました。大和屋も気の毒でしたが、お浜もまったくかわいそうでしたよ。二。まったくですね、と私もため息をついた。こうなると、自転車や荷馬車ばかり取り締まっても無駄ですね。そうですよ。なんと言っても、上辺に見えるものは避けられますが、もう一つ奥に入っているものは、どうにもしようがありますまい。今お話をしたほかに、まだこんなこともありましたよ。半七老人は、さらに、こんな話を始めた。慶応三年の出来事である。芝田町の大工の子が急病で死んだ。大工は町内の裏長屋に住む吉五郎という男で、そのせがれの吉松は数え年の六つであった。吉松は7月3日の夕方からにわかに顔色が変わって苦しみ出したので、母のお花は驚いて町内の医者を呼んできたが、医者にもその容体が確かにはわからなかった。何かの物語であろうというので、まず肩のごとき手当てを施したが、吉松は手足が痙攣して、それから半時ばかりの後に息を引き取った。父の吉五郎が仕事場から戻ってきた時には、可愛い一人息子はもう冷たい亡骸になっていた。あまりの驚愕に涙も出ない吉五郎はいきなり女房の横っ面を殴り飛ばした。この引きずり甘め。亭主の留守に近所隣へ金棒を引いて歩いて大事の子供を玉なしにしてしまやがった。さあ生かして返せ。吉五郎は普段から人並み外れた小煩悩で、一粒種の吉松を目の中へ入れたいほどに可愛がっていた。その可愛い子が留守の間に頓死同様に死んだのであるから、気の早い職人の彼は、一途にそれを女房の不注意と決めてしまって、半気違いのようなありさまで彼女に食ってかかったのも無理はなかった。さあ、亭主の留守に子供を殺してどうして言い訳をするんだ。はっきりと返事をしろ。彼はそこに居合わせた人たちが止めるのも聞かずに、またもや女房を、続け打ちにした。さなきだに、かわいい子の命を不意に奪われて、これも半狂乱のようになっている女房は、亭主に激しく責められて、いよいよ、かっと逆上したらしい。彼女は、青ざめた顔に降りかかるチラシ紙を書き上げながら、亭主の前へ手をついた。
誠に申し訳ありません。きっとお詫びをいたします。霧工場にこう言ったかと思うと、彼は裸足で表へ飛び出した。その血相がただならないと見て、居合わせた人たちも後から追って出たが、もう遅かった。大通りの向こうは高輪の海である。あれあれといううちに、女房の後ろ姿は岸から消えてしまった。吉五郎は今さら自分の騎馬屋を悔やんだが、これも遅かった。やがて引き上げられた女房の死体は、我が子の死体と枕を並べて、狭い六畳に横たえられた。妻と子を一度に失った吉五郎は、自分も魂のない人のようにただ黙って座っていた。相長屋の八九人が集まってきて、残暑のまだ強い七月の夜に、二つの新しい仏を守っていた。その通夜の席で一軒を置いた隣の紙くず屋の女房が、こんなことを言い出した。この女房は四五日前に七つになる男の子を失ったのであった。本当にわからないもんだわね。うちの子供が亡くなりましたときには、ここのおかみさんが来ていろいろお世話をしてくだすったのに、そのおかみさんが幾日も経たないうちにこんなことになってしまって、おまけによしちゃんまで。まあ、なんということでしょう。うちの子供もよしちゃんとちょうど同じように出し抜けに顔の色が変わって、それから一時の間もなしに死んでしまったんですが、お医者にもやっぱりその病気が確かにわからないということでした。この頃は子供にこんな悪い病気が流行るんでしょうか。まったく嫌ですね。いや、それについて私はなんだか嫌な心持ちのすることがあるんですよ。実はね、うちの子供がおもちゃにしていた水出しをね、今考えると、本当に寄せばよかったんですけれど、ここのうちのよしちゃんにあげたんですよ。死んだ子供のものなんかをあげるのは悪いと思ったんですけれど、ここのよしちゃんが今朝遊びに来て、おばさん、あの水出しをどうしたと言うから、うちにありますよと言って出してみせると、私にくれないかと言って持って帰ったんです。そうすると、そのヨシちゃんが、またこんなことになって。死んだ子供のものなんか、決して人にやるもんじゃありませんね。私は、なんだか悪いことをしたような心持ちがして、気がとがめてならないんですよ。紙くず屋の女房は、しきりに自分の不注意を悔やんでいるらしかった。不運な母と子の死体は、あくる日の夕方、品川のある寺へ送られて、無事に弔いを済ませた。吉五郎は、焼け酒を飲んで、その後は仕事にも出なかった。この話が、ふと私の耳に入ったもんですからね。いわゆる、地獄耳で聞き逃すわけにはいきませんと。半七老人は言った。その大工の子供や紙くず屋の子供が流行り病で死んだのならば仕方がありません。角並みに弔いが出ても不思議がないんですが、そこに少し気になることがあったもんですから、八丁堀の旦那方に申し上げて手をつけてみることになりました。じゃあ、二人の子供は、やっぱり何かの災難だったんですね、と私は聞いた。そうですよ。まったくかわいそうなことでした。それから四五日の後に、吉五郎はもちろん、
紙くず屋の亭主五兵とその女房お作とが家主付き添いで月番の南町奉行所へ呼び出された。死んだ吉松が紙くず屋の女房からもらってきたというおもちゃの水出しが証拠品として彼らの前に置かれた。今日ではめったに見られないが、その頃には子供が夏場のおもちゃとして水鉄砲や水出しが最も喜ばれたものであった。水出しはキセルのラオのような竹を管として、それを屈折させるために2箇所または3箇所に四角の木を取り付けてある。そうして一方の端を手桶とか手水鉢とかいうものに差し込んでおくと、水は管を伝って一方の末端から吹き出すのである。しかし、ただ吹き出すのでは面白くないので、そこには瀬戸のカエルが取り付けてあって、そのカエルの口から水を吹くようになっている。巧みにできているのは、カエルの口からかなりに高く吹き上げるので、子供たちは皆喜んで、この水出しをもてあそんだのである。その水出しが奉行所の知らせへ持ち出されて、厳重な吟味の種になろうとは、何人も思い設けぬことであった。紙くず屋の夫婦は、まずその水出しの出所を正された。そのおもちゃはどこで買ったかという尋問に対して、亭主の五兵は恐る恐る申し立てた。実は、この水出しは買いましたのではございません。よそからもらいましたのでございます。どこでもらった、正直に言えと、吟味型の与力は重ねて聞いた。芝老月町の山城屋からもらいました。山城屋というのは、そこでも有名の刀屋である。先月の末に、五兵がいつもの通り商売に出て、山城屋の裏口へ行くと、かねて顔を知っている女中が紙くずを売ってくれた末に、お前のうちの子供にこれを持って行ってやらないかと言って、かのカエルの水出しをくれた。五兵は喜んでもらって帰って、それを自分の子供のおもちゃにさせると、二日ばかりでその子は急病で死んだ。それがさらに大工の子供の手に渡って、その子はその日に同じく急病で死んだのであった。それらの事情が判明して、引き合いの者一同は、ひとまず自宅へ戻された。しかし、水出しのことは決して口外してはならぬと、固く申し渡された。その後、10日ばかりは何事もなかったが、裏盆が過ぎると、山城屋の女房を聞くと、女中のお先が奉行所へ呼び出された。この二人は、再び帰宅を許されないので、世間ではいろいろの噂をしていると、9月の中頃にその裁判が落着して、女中のお先は遠投、女房のお菊は死罪という恐ろしい申し渡しを受けたので、当の山城屋はもちろん、世間ではびっくりした。したがって、それについていろいろの風説が伝えられたが、その真相はこうであった。お菊は5歳で今年8つになる総領息子を普段から邪魔者にしていた。世間によくある習いで、彼女は恐ろしいママ母根性からその総領息子を亡き者にしようと企んで、子供のおもちゃとしてカエルの水出しを買ってきた。水出しの一端を水の中へ差し込んでおいても、なかなか自然に水を吹き出すものではない。俗に水出しをかけると言って、最初に一方のカエルの口へ人間の口を当てて水を吸い出してやらなければならない。
一度そうすると、それからは自然に水を吹き出すようになる。それであるから、この水出しをもてあそぶ者は、必ず一度は自分の口でカエルの口を吸わなければならない。水の出ようの悪い時には、二度も三度もカエルの口を吸うことがある。これまで説明すれば、もう詳しく言う必要はあるまい。お菊は陶器のカエルに一種の毒薬を塗りつけておいたのであった。しかし、彼女はそれをママ子に与えようとしてさすがに躊躇した。彼女はその陰謀の恐ろしいのに脅かされて、結局それを中止することにしたが、さて、その水出しの処分に困って、女中のお先に命じて芝浦の海へそっと捨てて来いと言った。もちろん、お先がそのまま海へ投げ込んでしまえば、何事もなかったのであるが、その秘密を知らない彼女は、わざわざ捨てに行くのも面倒だと思って、それをあたかも着合わせた紙くず屋の五兵衛にやったので、そのカエルの口を吸った五兵衛の子供がまず死んだ。続いて、吉五郎の子供が死んだ。一つの水出しが二人の子供を殺すような惨事は失態した。たとえ、半ばで中止したとしても、ママ子を毒殺しようと企てただけでも、お菊は何らかの罪を受けなければならなかった。ことに、それがために、紙くず屋の子を殺し、大工の子を殺し、合わせてその母を殺すような事件をしでかしたのであるから、その時代の法として、普通の死罪は、むしろ軽いくらいであった。お先は何にも知らないとはいえ、主命に背いてその水出しを人にやったために、こういう結果を生み出したのであるから、これも重い経済を免れることはできなかった。奉行所の記録に残っているのは、ただこれだけの事実であって、大きくは、どこからこんな恐ろしい毒薬を手に入れたかを記していない。お菊がそれを白状したらば、その毒薬を与えた者は当然処刑を受くべきはずであるが、申し渡し書には単にお菊とお先を記してあるばかりで、他の関係者のことは何にも見えない。したがって、単に毒薬というばかりで、その薬の種類などは今から想像することはできない。いや、実はその毒薬をやった医者もわかっているんですがね、と半七老人はここで宙を入れた。そいつはなかなか素早いやつで、山城屋の女房と女中が、奉行所へ呼ばれたと聞くと、すぐに夜逃げをして、どこへ行ったかわからなくなったんです。そのうち、例の瓦解で、江戸も東京となってしまいましたから、詮議もそれぎりで消えました。運のいいやつですね。そうすると、その水出しのことは、あなたの種出しなんですね。お通夜の晩に、紙くず屋の女房がふと水出しのことを喋ったのが手がかりで、こんな大事件をほじくり出してしまいました。いつかあなたに筆屋の娘のお話をしたことがありましょう。あれはこの翌月のことで、世間に似たようなことはいくらもあるもんです。